こんにちは、デリッシュキッチンです。ナスと鶏肉のアマポン酢丼を作ります。ナス1本はヘタを切り落とし、食べやすい大きさに切ります。ピーマン1個は半分に切って、ヘタと種を取り、食べやすい大きさに切りましょう。鶏もも肉1/2枚も食べやすい大きさに切ります。ビニール袋にナスを入れ、鶏肉を加えます。片栗粉大さじ2を加えて袋の口を閉じ、袋を振って全体に片栗粉をまぶしましょう。ごま油大さじ2をフライパンで中火で熱し、鶏肉を入れて全体をこんがりと焼きます。ナスを加えてしんなりとするまで2分ほど炒めましょう。ピーマンを加えて油が回る程度にさっと炒め合わせます。砂糖大さじ1、ポン酢大さじ3、水大さじ2を加えてとろみがつくまでさっと混ぜ合わせます。器にご飯を盛り、具材を乗せて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。